午後1時ごろ、田原市の赤羽海岸でサーフボードと一緒に男性が流された姿が見えないなどと近くにいた人から消防に通報がありました消防によりますと流されたのはサーフィンをしていた60代の男性とみられ消防や警察、それに海上保安庁が捜索にあたっていますがこれまでのところ見つかっていません現場は道の駅赤羽ロコステーション近くの海で 気象台によると男性が流された時間帯は波風ともに穏やかだったということです。